それでは、三角化定理と正規行列の対角化ということで、まあ、基本的にはこの三角化定理の応用について解説をしていきます。まず、三角化定理というのはどういう定理かというと、任、ま、意、あの N g 正方行列に対して、A に対して、あるユニタリー行列が存在して、U インバース AU、まあ、この場合ユニタリー行列ですから U starAU と一緒ですけれども、U starAU が上三角行列、上半三角行列に なるそういうユニタリー行列が取れるということですね。でもしも A が実行列であって実数成分の行列であって固有値が全て実数であれば U として直行行列が取れます。対角角化化ははは可可能能とと限らないいが三角化は常に可能だいうのはこのののこ定理の主張の一つですねでさらにその規定行列といいますか対角化行列じゃなくて三角化行列としてユニタリー行列が取れるということです。 でこれの応用としてこれから話していきますけれども1つ目が固有空間の次元が固有値の重複度以下であるという主張ですね。これは前項において使った事実ですね。これをこの三角化定理を使って証明することができますと。まあ、ポイントはですね相似な行列の固有空間の次元は等しいということと三角行列の固有空間の次元の上限が重複度以下になることが、まあ、簡単に分かってしまうということを組み合わせればできるということですね。 応用にとして実対象行列は直行行列で対角化可能ということですより一般に正規行列と言われる行列があるんですがこれはユニタリ行列で対角化可能ということですね正規行列の定義は A s t a a の随伴行列と A とが果敢であるという定義なんですけれどもこの定義を満たすような行列に関してはユニタリ行列で対角化が必ずできますとでこれは三角行列っていうのが その随伴行列と果敢であれば必ず対角行列になるという事実から容易にこの三角化可能定理より導くことができますはいそれでは三角化可能定理の例を見ていきましょう例としてこのような行列を三角化してみましょうまず固有値は1と2であることがわかりますで実行列ですから実行列で固有値が実数なのでここでは直行行列で三角化できるわけですが 固有1の空間を求めると、このようになりますで。この V 1の直行補空間を取ります、はい、そうするとですね、まあ、直行補空間の直行規定がここに取れるので、まあ、これらを全て正規化してやるとですね、このような正規直行規定が取れますこうですねこの3つの正規直行規定が取れますでこれを並べたものが当然直行行列になるわけでこの U 1というのを使って U1 インバース AU1 すなわち点値 U1、AU1 を計算すると、まあ、このように三角行列になります。ただしここで三角行列になっているのはたまたまなんですけれどもここの1の下ですね1の下の部分が0になるっていうのは、えーまあ、これは固有ううベクトルを使っているからこういうふうになるわけですね。で残りの部分があのたまたま三角行列なのはまあこれ偶然なんですけれども、まあ、これはもし三角行列でなければこのサイズが1つ小さい二次の正方行列であるこの赤のブロックのところですね ここの三角化をやればよいと。で、ここの三角化ができるような、まあ、ものが存在すると、木の方の仮定によって仮定すると、まあ、それとこの U1 を組み合わせて、まあ、かけてやってですね、やつを考えると、それもまた直行行列になるので、その直行行列によって、まあ、三角化ができると。まあ、木の方で証明ができると。こういうことになっているわけですね。はいえ。それでは三角化可能定理の証明をしていきましょう。先ほどの例で見たように、 まず最初に1個固有値を取ってきてその固有ベクトルを含む直行行列ユニタリー行列を使うとこのように第1列目が11成分がラムダ1の固有値であとは全部0とこういう形の行列にできますでこの形はもちろんまだ上半三角行列ではないわけですけどもこの右下の n-1n-1 ブロック a1 ですね これを上半三角行列にしてやることができれば、帰納法によってまあできるとこういう証明ですね。まあ、機能法を使うわけですけども、n イコール =1 の場合は自明なので、n、ま n-1 まで大丈夫とできるというふうに仮定しておきましょう。そうすると、この A1 に対して U2 ダッシュというサイズ n-1 のユニタリ行列があって U2 ダッシュスターと H と U2 ダッシュをかけると X 2。 とという上半三角行列になると、まあ、このように仮定しておきます。でこの時に U2 をですねこういうふうに U2' と100を使ってこういうふうに置きます。そうするとこの U2 はですねユニタリー行列になってしかもこの U2 スター x 1 u 2というのは上半三角行列になるということが分かります。はい、U2 もユニタリー行列である。まあこれは明らかですねここ,のここの部分の列がこれ0ですから えっと、この1列目と2列目から N 列目までは当然直全て直行していて1列目は長さ1で U2' に関しても、まあ、0を付け加えてもですね西武に1個目0を付け加えて N 次元の列ベクトと考えても、まあ、長さとか直行性に影響はありませんので、まあ、結局 U2 もユニンタリキュー行列ということが分かりますで実際これ計算してみると、はい、このようにですね1つ目と2つ目かけるとこういう形になって でこれ,とこれをかけるのこの成分ですねここの部分っていうのは x 2になりますので、えー、これ、えー、全体としてこれは三角行列になっていますということで証明が終わりました。<music> それでは三角化の定理の例題としてですね問題としてこのような三角行列がある時に固有空間これもちろん固有値が2と5の2つなわけですねで重複度2は M2 は2で M5 は3とわかるわけですけどもその各固有空間について固有空間の次元が2以下かつ3以下であるとつまり M2 と M5 以下であるということを示しなさいということですね。 でこれがまあ一般の上半三角行列について重複度を用いてこの,えこの話を一般化しなさいということですね。はい、それではちょっと考察してみてください考えてみてください。はいえそれではやっていきましょうまず A-E4 なんですけどもこれはえっと最初の11成分と22成分が0になって。 で、それ以外の対角成分は全部ゼロではないわけですね。で、こういう状態になりますと。で、この時ですね、ランクは、この階段の段が必ずここと、ここと、ここ、これは、えっと、全体の5次の行列の5からですね、えー、M2 を引いたもんですね、である3以上であるということがわかります必ずここのところではまあランクが発生するわけで,で、この星のところが例えば全部ゼロであっても、最低限ランクは3以上、絶対にあるわけですね。 ということなんで、ランク3以上が保証されるということで、この3は何かというと5、5-m2 ということになります。したがって、v2 の次元は5からランクの a-5 を引いたもんですから、ごめんなさい、2、あ、そうですね、を引いたもんですから、これは5、5- 括弧 5-m2 以下ということになります。引いてますからね。つまり、これは2以下なんですけど、2っていうのは、その今の m2 以下ということですよね。 同様にして A-54 の方も11成分と22成分がマイナス3になって0ではないのでランクが少なくとも2以上とこの2以上はどっから来たか言ったら5-5のところのここの重複度ですねここの0が3つ並んでいるということで M5 が M5 イコール3を引いたもの以上であるということになって 5-M5 以上なんでディメンジョンの V5 は 5-M5 以下とつまり M5 以下であるということが言えますと。 というふうに、まあ、このようにですね、あの重複度を用いて何を引いたかということ、5から何を引いたかと。まあ、5っていうのはもちろん行列のサイズなわけですけども、この各行列のサイズから何を引いているかというのはですね、えー、重複度を引いているわけですから、まあ、その重複度を引いたもの以下で、以上であると、ランクが。ということは、こういう空間の次元が、えー、その重複度以下であるということがまあ一般に言えるということが分かるわけですね。はい。ということで、まあ、こういう空間の次元はあ、少なくとも三角行列に関しては、 重複度以下でであるとということが分かりましたそれでは次の例題ですね例題に AB を N 次正方行列として AB が相似つまり、まあ、A ならすう一置変換と B ならす一置変換が、まあ、規定の取り替えでお互いにお、まあ、同じと思えるというこういう状況ですね。PB P, B P AP という形で書けるという状況であればこういう値は等しいということは以前学んだわけですけども。 こういう空間の次元は一致するとこういう空間はまあ変わってくるわけですけれどもあの規定を取り替えてますからこういう空間自体はまあ変わるわけですけれどもこういう空間の次元は必ず一致するということを示しなさいということですね。はいではちょっとこれを考えてみてください。はいえそれではやっていきましょう。 まずですね、えっと、P インバースの括弧 A- ラムダ EN の P っていうのが、えっと、B- ラムダ EN になると。この関係式を、まあ、まず確認しておきましょう。まあ、これは簡単な計算ですね。まあ、単に分配しているだけですね。で、えっと、この式からですね、まずこういう多項式が等しくて、まあ、こういう値の集合は等しいということが分かったわけですね。こういう多項式が等しいので。 で、え、x が、あ、x というベクトル、0でないベクトルが、こういう値ラムダのこういうベクトルであるということは、まあ、要するに定義からですね、ax イコールラムダ x というふうになるということですけれども、これは a 引くラムダ enx イコール0とかけるということなんで、これは、あの、p インバースをかけてもこれ変わらんわけですよね。p インバース生息です。p も生息、p インバースも生息ですから、こうなります。ということは、これは、えっと、こういうふうになるわけですね。えっと、ここの x のところに、 p と p インバースという、まあ、要するに単位行列を挟み込んで p インバース x にこれをかけたものが0になるのと同時とこういうふうに言い換えています。これ同時なわけですね。ということでこれは b-lambdaen の p インバース x イコール0と同時であるということになります。つまり x という a の固有値 lambda の固有ううベクトルに対して p インバース x は b のこういうベクトルになっているということになってこれはまあ全体者な 対応を与えていますので、こういう空間、X X、A の固有うう空間、A、と B の固有うう空間との間の1対1の写像、もちろんこれは線形写像ですね、T、P インバースで定まる。こっちか、こっちは逆方向はもちろん P をかけるということですけども。ということで対応するので、これは同型であるということがわかります、はい。ということは同型なので次元も一致するということで、従、まあ、って三角化可能定理が示されれば、もう示したわけですけども、 示したわけですけども、示した状態であれば、この。要するに三角行列について、先ほどの例題で確認したように。ええ、固有空間の次元が超複度以下であるということが言えていますので、一般の行列に関しても。固有空間の次元は超複度以下であるということが言えるということが分かったわけです。はい、それではもう一つ例題です。次の正方行列を三角化せよということで、これを、まあ、三角化するという。 ね、三角化の話をちょっと実際にちょっとやってみましょうということではいでちょっとまあやってみてください <music> はいえっ、ー、とそれではちょっとやってみましょうまず、えー、と小いちの計算ちょっと場所がないので小いちの計算もやってしまっておきました、えー、1 2ス1ですね で、固有値1の固有ベクトルとして、これこれが取れますと。いうこともすぐわかるので、この固有ベクトルの、こうまあ、固有空間ですね。固有値1の固有空間の直行補空間として、えー、このように110011という規定が取れますと。で、これを直行化することによって、直行規定110-112が取れますと。いうことで、ちょっと場所の都合上ややこしいので、ルート F を SM と表すことにしまして、ですから S2 とか S3 って書いたらルート2、ルート3のことですけども、 この u1 イコール、この s6 分の1、s2-s2-s2 とかでもねで、これ要するに、えっと、これですね、これの長さ1にした、追加した、ルート3分の1、マイナスルート3分の1、ルート3分の1というですね。で、2列目がこの110の、ルート2分の1、ルート2分の1、0で、これがルート6分の1、マイナスルート6分の1、ルート6分の1、ルート6分の2と。で、こういうふうに u1 を置くとですね、u1 スター au を計算すると、こういうふうになりますと。で、ここにこういうち、1がこう、ここに出てきてるわけですね。 はい。ということで、えっと、ここの部分はですね、まだちょっとこれは、あの、三角行列になっていないわけですけども、ここは残ってこれ、0ではないので、なっていないわけですけども、この小行列ですね、この2次の行列、これを a、AH、1と置いてですね、そうするとこれはもちろん、この固有値はマイナス1、2になるはずなんですけども、実際一応計算してみるとなります。まあ、確認してみてください。ということで、a 1の固有値マイナス1の固有ベクトルとして、S32 が取れるということがわかるので、 この s3 2とそれに直行しているマイナスに s3 を取って、えーまあ、これをまああの長さで割って、えー、3とルート3と2ですからルート7分の1かけてやって u2 と置いてやるとこの u2 スター天地 u2 ですけども a1u2 はこういうふうに三角行列になることはわかるともう2次ですからこの段階でも三角行列に必ずなるわけですねでこれでえっと最終的にこの u1 ってやつと 1010u2 をかけたものを考えると そうすると、u はもちろん直行行列であって、u スター au はこういうふうに計算できますと。これはまあ実際こう計算してみるとこういうふうになりますと。いうことで、えー、これであの三角化ができましたというわけですね。はい。えっ、ー、と、一応 u スターと書いてますけれども、もちろん今の、今の場合はリアル実数ですから、u スターは点値 u と等しいわけですけども、はい。このようにして直行行列によって実、えー、正方行列ですね。固有値が実数の なので今ので今場合ね直行行列によってこのように三角化できましたというわけですね。はいそれではもう一つ例題をいきましょう。と複素上半三角行列これこれについて t star t=t=t star となるための条件を求めようと三角行列がですね、えー、この随伴行列と果敢であるという条件を満たしているときにこの AIG の成分にはですね、どのような条件が、があるかと。どのような条件を満たすかと。あるいは、のどのような条件を満たせば逆にこういうのを満たすか。必要十分条件ですね。これをちょっと考えてみてください。まあ、3時ですから、具体的に書き下せばしまいなんで、あの、ちょっと、まあ、まずは、ややこし方二2時でも構いませんので、2時だとちょっとなんかね、あの、いまいちよくわからないので、まあ、2時と3時できれば両方やってみて、様子を確認してみてください。 はいえ。それではやっていきましょうえ。T スター T はどうなるかというと、T スターはこれの天地の複素協約ですから、こういうふうになるわけですね。それと、こうなるわけですね。で、これとこれとの積ですね。で、まあ、行列でかけて全部かけ算してやると、こういうふうになります。で、一方、T、TT スターの方はこういうふうになるわけですね。で、これをじっくり眺めて、えー、っと、やるんですけども、まあ、ポイントはこの対角成分を比較するということですね。 11成分、22成分、33成分を比較すると何がわかるかというと、えっと、まずここのところですね。A12、A12 バー。これは A12 の大きさの、あの、複素数,数ですからね。A12 の絶対値の2乗、プラス A13 の絶対値の2乗。これが0だということがわかります。で、同様にして、A13 の2乗、A23 の絶対値の2乗は0と。足したものが0ということもわかります。で、まあ、あとこんな、こういう情報もあるわけですけども、これはまあ関係なくて、要するには全部0なんですね。 はい。つまり A12、A13、A23 が全部0になるということで、対角成分以外の成分は全部0になりましたということがわかるので、つまり T は対角行列であって、対角行列ならこの条件を満たすのは当たり前なので、ですね、対角行列同士はそもそも多感ですからね。なので、これは、あの、必要十分条件は、この対角成分以外が全て0であることが必要十分条件。つまり T が対角行列になることは必要十分とわかるということですね。 はい。で、これはまあもちろん N 次上、半三角行列 T について一般化できるわけで、これはあの、全く同じような感じで、また、新たにシグマ記号を使ってやるだけで分かりますと。ということになります。はい。それでは正規行列の話をやっていきます。X が正規行列というのは、あ最初の方でも説明しましたけれども、随伴行列との積が果敢であるような行列を正規行列と言いますと。で、対角行列はもちろん正規行列であるということは自明です。 で、実対称行列とかエルミート行列は正規行列です。これはあの、天地取ったりあるいは随伴行列取ったものが、それ自身と等しいわけですから、自分自身との正規が果敢であるということを言ってるにすぎません。それから直行行列とかユニタリ行列は、随伴行列もしくは天地行列が全部この逆行列になってるわけですから、当然これは果敢ですと。 で、えー、X が正規行列であるためには、このあるユニタリー行列があって、U s t a XU、まあ、これ U インバー r XU と一緒ですけども、イコール D と、対角行列と、つまりユニタリー行列によって対角化されるということが必要十分条件であるということがわかります。はい。これはまあ、X はほんで実正規行列の場合で、えー、固有値ある実数であれば、U は直行行列にもちろん取ることができます。というわけですね。 で、正面なんですけども、三角が可能定理を使うと、三角行列にできるわけですけど、この三角行列にできたところで、えっと、この t ス t ー t と tt スターはこれ、あの、果敢なんですね。なんでか言ったら、えっと、u スター x スター u と u スター x u の積になって、この u と u スターがこう、キャンセルして消えてですね、こう、消えるわけですね。なので、こういう感じで、x スター x x x, x スターとか果敢ですから、正規行列なので、で、これは tt スターと等しいってことはわかるわけですね。 で、三角行列で、この、随伴行列と果換である行列っていうのは、これは対角行列でしたから、結局、これは対角化できてるっていうことになるわけですね。だから、正規行列の場合は、三角化可能点によって三角化できるんやけども、ユニタリ行列で三角化してみたら、それはもう必然的に対角行列になっていると。こういうことですね。で、逆の方は明らかで、U star X U イコール D と、対角行列とすると、もちろんこれはあの、あの、D star D イコール D D star ですから、 X は正規行列であるということが、まあ、上のこの式変形からね、わかるわけですね。はい。ということで、正規行列であるための必要十分条件は、ユニタリー行列で対角化できることであるということがわかったわけです。はい。で、えっと、正規行列の性質をちょっといくつか見ておきますが、S が実対称行列またはエルミート行列のときは、固有値は必ず実数になります。 はい。で、えまあ、実対称行列の場合はね、特に、あの、固有値実数で成分も実数ですから、えー、直行行列によって対角化できるわけですけれども、まあ、これはなんでかというと、ラムダを S の固有値として、SX をラムダ X、X のとゼロ X の固有ベクトルとすると、この内積の式ですね、SXX というのをちょっと考えると、一つはラムダ XX とこうなるね、SX イコールラムダ XX がこうなって、で、前側の線形性を今仮定していますから、こういうふうになりますと。 で、一方でですね、この sxx をこの s を後ろ側に持ってくると、x, s スター x になるわけですけども、s スターと s が等しいですから、これは x, sx なんですね。で、x, sx というのは x, ラムダ x ですから、ラムダが出てくるときに、これバーが出てくるわけです。b a が出てきますね。というか、この二つが等しいと。で、等しいやけど、xx は0ではない。x は0ではないので、この内積は0ではない。ということで、ラムダとラムダバーが等しいということで、実数であることがわかると。 こういうことですね。はい。で、A が正規行列であれば、もうろんですね、えっ、ー、と、AX イコールラムダ X。こういう、まあ、関係式があったとすると、実はこの、ラムダがこういう値だとすると、ラムダバーもこういう値なんですね。だから、まあ、もしラムダが実数であれば、もちろんこれは何も言ってないことなんですけども、えー、何も言ってないことなんですよ。転値したものも、あの、こういう値な、点値したもののこういう値にもなってると言ってるわけですけども、 一般にこのラムダに対して、この A スターの固有値が、ラムダーバーは、ラムダーバーっていうのは A スターの固有値になっているということですね。はい。で、固有ベクトルは同じ固有ベクトルが取れていますと。それからもう一つは、ラムダとラムダダッシュという二つの異なる固有値があったときに、それに対する固有ベクトル、異なるあの、ラムダ、ラムダダッシュに対する固有ベクトルっていうのは、互いに直行していますよということですね。内積が0ということは直行しているということですね。 はい。まあ、正面についてはこれ例題でやることにしてですね。まあ、これらの性質は、ま、u star u イコール d となるということからもね、まあ、実はわかるわけですけども。はい。まあ、それはちょっと自分で考えてみてください。それでは正規行列の対角化の例を一つだけやって、あとは例題をやっていくということにしましょう。えっと、例として実対称行列、これこれを直行行列で対角化せよう。 これ実対処行列になってますよね。55-4-4-4-4ということで、これ辺のですね、固有値計算すると62、62-6になります。で、こういう空間を求めるとですね、こういう風になっていくわけですけども、こういう、こういう風になるわけですね。で、これらはまあ見てもらったらわかりますけども、互いにちゃんとこう直行していることがわかります。で、直行しているので、もうこれ、この規定を全部で、ベクトルをそれぞれ全部正規化してや、して並べればですね、これ直行行列になるわけですね。 ということで、これは点値 t, t インバ e r at イコールこうと、こういう対角行列というふうに対角化ができるということですね。はい。ということで、まあ、あの、こういう値は実数で、こういう空間が互いに実行しているということが、まあ、計算によっても具体例で、えー、そうなっている現象を確認することができました。はい。それでは例題1ですね。えー、実対称行列、これこれを直行行列で対角化せよ。 はい、それではまあ先ほどの例に習ってちょっとやってみてくださいはいそれでは解説していきましょうまず固有値なんですけれども固有値はス7とス4でス、えー、4の重複度が2となりますマイナス7の方の固有空間ですね、まあ、v ス7ですがこれは1次元で 規定が1-11となります。A プラス 4E を計算して、比階段行列に変形すると、まあ、V-4 は2次元のはずですが、実際2次元で、ちゃんとランク1になってますね、A プラス 4E は、ね。V-4 の規定は110と -101 となります。で、この V-4 の規定を直行化して直行規定が得られますので、これらすべてを正規直行化して、t イコール、このように置くと、 で、インバース AT すなわち電池 at がこのようになります。で、えー、異なるこうい位置に対する。こういう空間が直交しているということが、実際 v マイナス7。これですね。これのこれとこの2つのこういうベクトルは直交していますので、この v-4 の直交の規定を直交化すればよろしいと、そうすると直行規定が得られ、全体の直行規定が得られるということになります。 それでは正規行列例題2問題はこの4次対称行列ですね実対称行列を直行行列で対角化せよという問題ですねはいそれではやってみてくださいはいそれではやっていきましょうまず固有値ですけども8とス1 2ですねで、えー、8の重複度が3なんですね ですから、こういう空間は3次元ということになるので、A たす8のランクは1のはずですけども、実際そうなっていて、V8 の規定としてこのような3つのベクトルが取れます。で、これらはまだ直行していません、直行していませんので、これを正規直行化してやると、V8 の正規直行規定としてこのような規定が取れます。で、V-12 の規定の方もですね、取って正規化すると、一応こういうふうに、2分の1の1マイナス1、1マイナス1というのが取れますと。で、もちろんこれと、 先ほどの V8 の3つの規定、3つのベクトルですね。規定を構成している3つのベクトルとは当然直交していることはわかりますので、正しそうだと。で、これで、えっと、t をこのように置くとですね、t インバース at、点値 tat がこのように対角化、対角行列となります。ということで、対角化ができました。問題としては、異なる小いうちラムダ、ラムダダッシュに対して、 A のこういうベクトル XX' を取ったときに、はい。えっと、まず、ラムダーバーがですね、A スターのこういう値であるということ。まあ、こういうベクトル、X はこういう、ういうベクトルとして共通であるということですね。はい。まあ、これはあの、やり方をこう書いてありますので、ね、A スター x イクラムダーバー X とそれ自身の内積を計算して、こうなることを示しなさい。 で、一応を用いて雇用ベクトル XX' は直行している。つまり XX' の内積は0であるということをまあ示しなさいと。こういうことですね。はい。それではちょっとやってみてください。はい。それではやっていきましょう。まず最初1番ですけども、これをまあ素直に計算していきましょう。4つの項にまず展開して、そしてそれぞれ 例えば、最初の項は、A スターをこっちに持ってくると A がかかるんですよね。はい。なので、A、A スター X、X と。で、次のこの項は、えっと、A スターをこっち側に、右側に持っていくと A になります。A スターのスターですからね。で、ラムダーバーが前に出るとき、ラムダーバーのバーが出て、ラムダーバーになります。で、こ,こ、こいつはですね、えっと、ラムダーバーが前そのまま出てきて A A、A が、A star が前に出てきて A になると。 で、これはそのまま、ラムダーバーはラムダーバー、ラムダーバーはラムダーで出てきます。というふうになりますね。で、さらにもう少し整理して、えー、っと、これですね。まあ、A を正規行列としてますから、A スター A、こうなりますね。で、これはラムダー X、えー、AX はラムダー X でこうなりますね。でどの A を消去していく方向でいくと、こういう,うになりますね。えっと、A スター、この AX はラムダー X に置き換えられますから、ラムダー X で、A スターはまたこっち戻ってきて、AX になってきて、 では、ここはもうすでにこう消えてるわけですね。これね。ラムダ、ラムダ、ラムダバーでここ消えてます。ということで、ここだけになって、で、これやると0になるということで、a スタ a r x とラムダバー x は等しいということがわかりました。で、次に、ラムダ1、ラムダ2をですね、違う固有値としてですね、固有ベクトル x1、x にとってきて、ax1 と x2 の内積を取ります。そうすると、 一方ではこっちの方で、ラムダ1ですから、ラムダ 1x1 で、ラムダ1が前に出てきてこうなりますね。で、一方こっちの方で、右に持ってきてから、a スタ a x2 にやってから、ラムダ2バーとして、で、ラムダ2を前に出すとこういう風になります。ということなんで、この二つが等しいわけですから、ラムダ1のとラムダ2から、x1x2 は0ということが出てくるわけですね。はい。まあ、ちょっとこうパズルチックで面白いですけども、まあ、こういう感じで証明ができますということです。 はい。それでは、ケイリー・ハミルトンの定理について解説をしていきます。fx をこのような多項式とします。m 字多項式ですね。係数を a0a1...am というふうにしておきます。で、ー a a を n 字正方行列とするときに、多項式 fx への a の代入、a を fx へ代入するということをですね、このように定義します。f カッコラージ a と書いて、a0 の en、en は n 字単位行列ですね。 n 字単位行列 en を使って a0en プラス a 1 a プラス a 2 a の二乗プラス点点て am の a の m 乗と、まあ、形式的に x のところに a を代入するんですけれども定数項のところだけですね困るのでそこのところは、e の a、en というふうに置き換えるということですね、まあ、x の0乗と思えば a の0乗をまあ en だと思って、えー、そのように書くということですねで、まあ、行列は非可換なんですけれども、まあ、代入 1>, 1個の行列 A を代入するということですね、まあ、自然に定義することができるわけですねはいでケーリー・ハミルトンの定理ですけれどもケーリー・ハミルトンの定理は固有多項式に A を代入すると0行列になるということですね A を代入した多項式に A を代入したものっていうのはこれは当然行列なんですけれども固有多項式に A を代入すると0行列になるということなんですねで、ちょっと例を見てみましょう A を0 1 0っ というこういう二次の正方行列とするときに F x はどうなるかというとこれは、x、次乗プラス1ですねはいでここに A を放り込むと A 次乗プラス E2 になるわけですけども E2 プラス A 次乗ですけども、ねえー、な,なるわけですけどもこれ A2 はス e 2になるマイナス1マイナス1 0ロ,ゼロマイナス1になることがこれあのすぐに分かりますので従、えー、ってこれちゃんとこれ成り立っているケーリ・経理ハミルトンは成り立っている それから A をこのような行列とします。で、これはですね、あの、3乗すると実は単位行列になるんですけども、え、小う多公式の方はですね、X の3乗引く1というふうになります。で、ここに A を代入すると、まあ、A の2乗がですね、こういうふうになって、A の3乗 E3 となるわけですね。で、これ A どういう行列かというと、実はですね、これ一次変換で考えると、えっと、e、E1 を E2 に移し、E2 を E3 に移し、E3 を E1 に移すと。 まあちょうど x イコール y イコール z という直線に関して120度回転して3回転したら元に戻るとこういう一置変化になってるんですね。で、えっと、従ってですね、まあ a30 イコール e3 になるわけですけどもこういった公式の方もですね、x3 乗 -1 で代入すると a3 乗 -e になってこれ a3 0 e3 ですから e3 ですね。これ0行列になるということでこの場合も成り立っていますと。 で、もうちょっと、まあ、なんか、あの、違う二次正方行列でやってみると、こういう多項式は、こういうふうに x 字乗を引く、これ3です。足して3ですから、マイナス 3x ですね。で、行列式が2引く12で、マイナス10ということですね。で、代入するとこういう式になるんですけども、えっと、これを実際計算してみるとですね、このように、0行列になることがわかります。はい。 であのこの等式は常に成り立つので、例えばこれは要するに A2 乗イコール 3A たす 10E が成り立つというふうに書くことができるので、まあ、2乗をですね、A の1乗と A の0乗の、まあ、単位行列の一時結合で書くことができるというふうに見ることもできます。はいまあ、これは口頭的にこういうことが成り立つと。A が2次の正方行列で ABCD であったとすると、A の2乗は A たす DA マイナス AD マイナス BC。 E E2 と e と、まあ、こういうふうな等式が常に成り立つということですね。はい、で一応このケイリー・ハミルトンの証明を、ね、例題の中でゆっくり例をあの具体例を見ながらですねやっていきたいと思います。はい、それではケイリー・ハミルトンの定理の例題1なんですけども多項式 fx について ab が相似ならば f a ロ行列と f b ロ行列が同時であることを示せと。 要するに多項式に代入してですねゼロ行列になるということは相似な2つの行列に関しては同志だということですねこれを示してくださいというわけですねはいまあ,あの相似であるということはつまり b イコール p インバース ap と書けるわけですけどもこれについてですねちょっと考えてみてください一般にやるのはめんどくさい時には fx イコールまあ例えば二次式ぐらいでやってみてちょっとあの様子を見てみるとまあ大体証明の検討がつくかと思います はい。それではやっていきましょう。えっと、生息行列 P で P、B イコール P インバース AP と書けるわけですけども、FX を一応こういうふうに置いときます。はい。A0、先ほどのようにね。で、P インバース AP の形状がですね、P インバース A の形状 P になると。このことを使います。はい。いい,いですかねえ。ということなので、まあ、A の0で一応 EN として書くとですね、こういうふうに FB っていうのを代入したものってこう書けるわけですね。で、こことからあの B の愛情です。B の愛情なんですけども、B の えっと、これが B の形状で、B の形状はこういうふうになりますよと。まあ、これちょっともうちょっと書き直すと、B の形状イコール P インバース A の形状 P ですよと。で、これの、ま、要するにシグマ、あの、スカラー AI をかけてシグマを取りましたみたいなのがこの式ですから、まあ、これは P インバース FAP とこうなるわけですね。はい。まあ、わかりにくかったら、例えば、えっと、A0P インバース単位行列 P と A1P インバース AP と、 えっと、二次がこれ、P インバース a の2乗 P っいうのは考えると、これはまとめると、A0、いや、じゃあごめんなさい、えー。P インバースの A0 たす E たす A1A たす A2A の2乗の P と、こういうふうに一つにまとめることができますね。はい。まあこういうし、こういう式です。はい。ということで、えー、FA イコールゼロ行列であればですね、ここの部分がゼロ行列ですので、FB はゼロ行列となります。で、FA イコール逆にこの こ,こに書くあのこう。両方から左から P かけて右から P インバスかけてやったら結局 FA=PFBP イコールピンバースかけますから、まあ、FB が0であればまた FA=0 となるわけですね。ということでこの、K、多項式に代入して0になるということは相似な行列に関しては同じ多項式に関してです代入したら0になるかどうかっていうのは、まあ、同値だということが分かったわけですね。 で、従って、ケイリー・ハミルトンの定義の証明にはですね、A と相似な証明しやすい行列を調べるということが分かると。なぜかというと、まあ、相似な場合ですね、あのこういう多項式もですね、FAX と FBX、まあ、A と B が相似だとすると、これ等しかったんですね。なので、同じ多項式なので、えっと、ここに A 代入して0になる、代入すると、ここ B 代入して0になるということで、まあ、同じ多項式なんで、要するに、A と B の中で、B、A と相似な行列 B で、 あの経理ハミトは証明しやすいやつを見つければいいんですね。さあ証明しやすいやつってどうなんでしょうね。はい。まあ、それが次なんですね次の例題でやります。 はい、ということでえ次の例題ですけども問題はこのような三角行列ですね、まあ、一般でやってもいいんですけどもちょっと簡単なため三次の正方行列で三次の正方三角行列ですねでやりますけどもえ対角成分が ABC と A と B と C の中に等しいものがあってもいいんですけどもとにかくまあ ABC としておきますでこの時これに対してケイリー・ハメートの定理を証明しなさいというわけですねはい、えー、ではちょっとこれあの具体的な計算で済みますのでちょっとやってみてください はい。それではやってみましょう。えっと、FAX、まず、こういう多項式はこの辺になりますね。対角成分がこういう値ですから、X-A、X-B、X-C となります。で、えっと、これに代入するっていうことは、要するにこういう式なんですけども、A-AE、A-BE、A-CE、CE、イコール0っていうのをですね、一時変換を用いて示したいと思います。これをちょっと一時変換の考え方を使って、あの、証明したいと思います。 ああもちろん直接やってもですね、できなくはないんですけども、あの、形見てやればですね、割と分かりやすいんですけども、まあ、ちょっとここは一時変換を使って考えてみます。で、えー、っと、簡単なために行列 X に対してこの TX、X の定める一時変換を、まあ、X そのもので表すことに、略記することにしまして、基本ベクトル EI の像を考えていくことにします。で、A'E の形の行列同士は果敢であるということですね。まあ、あの、これは別に順番は、あの、こう入れ替えたりできるんで、 まあ、あの、この順序でとりあえず証明していきますと。で、えっと、V0 を、まあ、0だけ自明なこの部分空間としてですね。で、えっと、e、E1 だけで生成される、まあ、X 軸ですね。まあ、3次元ですから。まあ、が V1 というふうにします。で、V2 をですね、えっと、e、E1、E2 というふうにします。で、V3 を E1、E2、E3 というふうにします。で、そうするとですね、A-CE ですね。A-CE はどういう行列かというとですね、A-CE は、あの、 第3行が全部ゼロになっちゃうんですね一番あの最後のやつですからこう,こういう形してますね。でそうするとですね a く c e で V3 つまり全体を移すとどうなるかというと、まあ、要するに E1E2E3 の,の移り先を考えたらいいわけですけども全部ですねあの第3成分がゼロになってますね。ですから E1E2 だけで生成されるわけですねこ。ここの空間に入ってくるわけですね。これ全部ゼロですからね。 ということなんで、A-CE で全体を写すと、写した像はイメージですね。これは、要するにこれは正確に、まあ、別の書き方ですと、イメージの T-A-CE ということですけども、ちょっとこれややこしくなるので、こういう書き方してますけども、これが V2 の中に入ってくると、要するに E3、Z 成分が全部0のところになってくると、XY 平面に入ってくると、こういうことですね。まあ、これ XY 平面ですよね。ということなんで、 このその次に A-B なんですけど、A-B はですね、こういう形してて、ここのところはまあこう残ってるんですけども、実はこの V2 ですね、V2 にかけるとですね、この最初の1列目と2列目だけしか関係ないんですね。3列目関係ないんですよね。だってこれ V2 っていうのは、E1、えー、E2、e、で生成されているわけですから、E1、E2 のイメゾーって行き先っていうのはこれと E2 の行き先はこれとなってますから、結局これは YZ、E2 と E3 の係数が全部0になるということなんで、V1 に入ってくるわけですね。 ということで、さらにこれに A-A をこう、またこれかけてやるとですね、あの、V0 に全部0になっちゃいますね。0になっちゃいますね。ということで、これ全部かけたものっていうのは、V3 にこうかけていくと、順番にこれ、これが、ここは V2 に入って、で、これかけたものが、これかけたものが V1 に入って、全体としてこれ0行列、0、0、0、0、0空間になってしまうということですね。 つまり全部のベクトルは0に移ると。で、計算のベクトルを全てのベクトルを0に移すような行列はもちろん0行列ですので、まあこういうふうになるということは言えますと。まあもちろん行列の積の形でね、書いてもらってもあの分かると思うんですけども、一応一時変換の考え方を使って考えてみると分かりやすいかと思って、こういうふうにやってみました。はい。で、これ一般の三角行列でもね、示せることはまあ,あの容易に分かりますよね。これをまあ要するに、あの、 EN、e、で N この V0 からで v でやってんでやってやればあの順番に話は全く一緒ですからねできるということがわかります。はいということでえケーリー・ハミルトンの定理が証明できましたということになるわけですね。それでは最小多項式の解説をします。 定義として f カッコラージー a イコール0 0行列を満たす次数最小の多項式を a の最小多項式と言いますただし最高時の係数は1と約束しておきます、まあ、定数倍してもですねこの性質を満たすので、えー、一通りに定めるために最高時の係数を1と約束することで1つに決まるようにしておきます以下この多項式を max で表します で実はこの最小多項式はですねあの一通りに定まるというのがその全く違う形で同じ条件を満たすものが A を代入して0になるというものが満たすものがあるかというとそうではないので必ず互いにこうどちらかが最小多項式は FA=0 を満たすやつを割り切るという性質があるので、まあ、そういうことであのあちゃんと一通りに決まるんですね。はい、ちょっとまあ例を見ていきましょう。 えっと A が2002という、まあ、2倍の E2 の場合ですねこの場合こういう多項式は x-2 の2乗ですけれどもさらにですね x-2 という多項式を考えると、まあ、この x-2 に代入すると A-2 倍の E2 ですからこれ A イコール 2E なんで当然これ満たすわけですねで一次式ですから一次式よりも低い次数の多項式でもないんでこれは結局 これが最小多項式ということになります。はい。で、一方、2倍の E2 とは異なる、こういう場合ですね。これも、あの、固有多項式が X-2 の2乗なんですけども、これ、あの、X-A- なんとか E という形では絶対、これ0にならないので、ならないですよね、これね。スカラー行列ではありませんので。ということなんで、まあ、1次式では絶対ないんですね。で、2次式で見ると、この固有多項式 FAX は2次式ですので、 まあ x マイナス2の2乗がまあ最小多項式にならざるを得ないということになります。で、えー、一般にスカラ行列の場合は非常に簡単で a 引く ce っていうのがですねゼロですから要するに x マイナス c っていうのが最小多項式になる一次式ですね。でさらにもう少しえっ、ー、と一般にすると対角行列の場合ですね、えー、例えば成分がラムダ1ラムダ1ラムダ2とかですね。 この場合は最初多項式は x マイナスラムダ1。ここは他0ですね。対角行ですね。ラムダ2と。こういうふうになりますよ。と。こういうことなんですね。はい。これ自体はですね、あの、まあ簡単に証明できるんですけど、一応まあ,あ、いくつか性質を見てからの方がいいので、例題の方でこれを確認していきたいと思います。 はい。それでは最小多項式のいくつか基本的な性質を見ていきましょう。まず、2位の GX で G かっこ A イコール O と書いてありますね。つまり、A を代入して0行列になるような多項式っていうのを取ってくると、そいつは必ずこの最小多項式 MAX で割り切れますよということなんですね。はい。で、ケーリー・ハミルトンの定理で、 固有多項式に A を代入するとゼロになるというわけですから、最小多項式は固有多項式を割り切るということが特に言えるわけです。でこの事実をちょっと証明してみましょう。まあ、簡単な算術で証明できるのでやってみましょう。まず割り算の式を考えます。この割り算の式は GX を最小多項式で割って、小が QX、余りが RX という公式ですね。で、余りは当然次数 次数よろしいですね。次数が MAX より低いわけですね。だからもし最小多こ式が3次式だったら、3次式で割り算したら、小はなじ、まあ、まあ、GX が5次式だとすると、小は2次式で余りは3次より小さい。まあ、1次か2次か定数か、まあ、0か、どれかになるわけですね。はい。で、A を代入します。でこ,のこの式に A を代入すると、GA イコール MAA QA RA プラス、RA、なんですけども GA は家庭によって0であって MAA も家庭によって0ですから結局この RA が0ということが言えますつまりこの余りの多項式も X に A を代入すると0行列になるわけですねはいところがですね A を代入して0になる多項式の中で一番次数が低いやつを最小多項式と呼んでいたわけですからこれは Rx がもしゼロでない多項式だとすると矛盾になってしまいます。いいですね。ということなので、Mx の次数最小性よりですね、Rx イコールゼロまり、口頭的に余りはゼロということになります。つまり、この割り算の式において余りがゼロということですから、Gx は最小多項式で割り切れたということになるわけですね。次に、 え全ての固有値ラムダについて x- ラムダが mAx を今度は割り切るというわけですね。つまり固有値が例えば1と2の2つだったとすると最小多項式は少なくとも x-1 と x-2 という式で割り切れるということなんですね。はい。で、これを証明してみましょう。まず ax イコールラムダ x のときはこれを順番に a をかけていくと A の2乗 X というのは A 括弧 AX で A 括弧ラムダ X で,で結局ラムダ AX でラムダの2乗 X というふうになりますから一般に A の形状 X というのはラムダの形状 X になることが容易に機能的に分かりますね。ということなので従ってですね何か多項式 FX があって F に A を代入した 多項式かける x という式はこれはですねえっとシグマの ci の a の i 乗 x というふうになるわけですけどもここの a の i 乗 x の部分が ci のラムダの i 乗 x という形になりますからつまりこれは多項式 fx にラムダを代入した式ということですねということなので従って fax イコール f ラムダ x という式が成り立ちますで今もし fa=0fa FA イコール0、FA、というのがあの0行列であるならば当然ここの部分左辺の部分は0ベクトルになりますね。ということは fλx は0なんですけども x は固有ベクトルで0ではないので f ーというのは0ということになります。したがって特に max というのはこの fa=0a を代入して0になるわけですからラムダを代入しても0になるわけですね。 ということは、MA は必ず x ダで割り切れると。これが全ての高位置について言えますから、全ての高位置について、こういう関係式が成り立つということが言えるわけです。はい。で、以上の結果を合わせると、この2つですね。これとこれを合わせると、最小多項式の一般形がわかります。はい。もしも、例えばこういう多項式が、 x-1 の2乗、x-2、x-3 の3乗だったとすると、これはこういう多項式ですね。fa の x。そうすると、最小多項式っていうのは結局ですね、必ず x-1、x-2、x-3 の1乗以上なんですけれども、ここの部分、指数部分ですね、これ1乗か、もしくはこの2、2乗かですね、これ割り切ってますから、割り切ってますから、この x-1 が3乗とかいうことはないわけですね。 3乗になっちゃったらもうこの小湯多公式割り切れませんからね。ですからこの指数部分は1以上2以下。超複度以下ですね。で、ここのところが確定します。ここは小湯多公式が1乗ですから、もうこれ1乗しかない。もう確定します。で、x-3 の指数は1か2か3かどれかというふうになるわけですね。はい。まあこういう不等式を満たすような指数になるということになります。はい。で、 えー、A と B が相似のときはですね相似のときは FA イコール0と FB イコール0は同値だという話がありましたからこの最小多項式も当然同じものになるわけですねいいですねはいえっとこれ A 代にして 0B 代にして0になるということが同値なんですから同値であるということは要するに多項式が全く同じものになるということになります はい。それでは最小多項式の例題1ですね。えー、問題として A をこのような対角行列、対角成分が11222344であるような行列ですね。この時最小多項式を求めなさいということですね。これはあの最小多項式の最初の定義の例のところでえやりましたように、対角行列の場合は最小多項式はこの,あの対角成分ですね。異なる対角成分を全て1回ずつ入れたものであるということを確かめなさいと。 言ってたわけけですけども、まあ、先ほど説明しました最小多項式の性質を使ってこのことをまあ示してくださいとこういうわけですねはいそれではやってみてくださいはいそれではやっていきましょうまずこの等式が成り立つことはよろしいですね実際、まあ、あの左辺はですねこのようになりますので 対角成分の対角行列ですから対角行列の積ですから対角成分の中にどれか1つでもどっかに1つの項に0があればですねその対角成分は全て0になるわけなのでまあこれは0行列になりますと。で一方で最小多項式は今の場合こういう値が1234の4つでこのような形になるということが言えてるわけですからまあ従ってですねこのように xa1a2a3a4 が全て1の場合にこの 代入するとゼロになるということは言えてるというのはこの式ですからこ、はい、の HA2A 3イすべ全て1であるということになりますしたがって最小多項式はこの形であるということが言えたわけですねで最小対角行列の最小多項式はこのように重複解を持たないということがわかりますでしたがって対角化可能な行列の最小多項式、えー、対角が可能な場合はですね相似ですから対角行列と相似なわけですからな対角が可能な行列の最小多項式も化可能な行列の最小多項式も 重複を持たないんですねで実はですねこの逆が成り立つというのは非常に重要なことなんですねつまり最小多項式が重複解を持たないと重解を持たないということが分かれば実はその行列は対角が可能であるということが分かるとこういうことですねはいそれでは最小多項式の例題2ですね A を A の最小多項式 を MX が重複化を持たないならば A は対角化可能であるラムダ A=AB の場合にこれ示しなさいというわけですねはいそれではちょっとあの具体的に考えてみてくださいはいそれではやっていきましょう まずです、ねえー、最小多項式が x-a、x-b とこういうふうになっているというわけですよね。はい、で、a−Lambdaen を a−Lambda、t a ラ l a m 略 d a を a で l a m い。d a とつまします。つまり、まあ、AA とか、a、下付き A とか AB というのを考えて、これは A−AE とか A−B のことですというわけですね、はい。で、今ですね、こういう空間 VA と VB ですね。 この2つの枠空間が、まあ、全体であれば対角化可能であるわけですけれども、実はこれがですね、カーネルの AA、AB、AA と AB をまあ合成したものというか、まあ、かけたものでも、行列としてかけたものでもいいんですけれども、それのカーネルということが成り立つというんですね。で、えっと、まずですね、この VA たす VB がカーネルの AA、AB に入ることは明らかであると。なぜならば、VA のベクトルは AA をかけた時点で0になりますね。はい。あの、この2つの あの行列というか一時変換はあの互いに交換可能ですので AA で0になるわけですねですから AAAB でも当然0になると VB の方も0になるということでこの VA の弦と VB の弦の和で構成されるこの和空間のベクトルというのは当然この AAAB という2つの行列の積もしくはシャドウの合成で0になるわけですねはいでこの逆が成り立つというわけですね 逆が成り立つことを示すために、このカーネルの AA、AB っていうのを弦を取っていきましょう。で、そうするとですね、これ AA、AB、AB、AAX イコール0となりますから、この AAX っていうのはカーネルの AB に入ってるんですね。はい。で、つまりカーネルの AB っていうのは、これあのこういう空間 VB に他なりませんので、はい。AAX は VB に入ってると。で、一方、ABX の方もカーネル AA、つまり VA に入ってるということが言えるんですけども、実はこういうちょっとなんか、あの、 トリッキーな等式がなりたそうですね、まあ、トリッキーというか、まあそのえー、とちょっとまああの技巧的なやつですけども、要はあのこういうことです。AX、えー、と,と ABX を足したら X になるというわけじゃないんですけども、これよく考えると、これ A-AE なんですね。こっちの方は A-BE なんですね。これ要するに、まあえー、とスカラバエ OK なので、これに えっと、マイナスして、これ引き算するとですね、これ、あの、えっと、B マイナス AX になるんですね。はい。なので、両辺を B マイナス A で割ると、こういう感じ、この等式が成り立つんですね。はい。B マイナス A 分の1の AAX と、え、マイナス B マイナス A 分の1だから、まあ、A マイナス B 分の1の ABX と。で、この AAX も ABX もこ、それぞれこれ、えっと、ABX は VB、ABX は VA に入ってますから、 要するにこの VA たす VB の和空間の弦になるんですね。ということなんで、この X っていうのは、こういう、こっちにカーネルに入っていれば、こうになりますと。ということが言えるんで、はい、あの言えるわけですね。で、今、この MAX が最初のこさでこうなるということは、つまり、カーネルの AA、AB っていうのは、これ全体だと言ってわけですね。つまり、これ A-B、これ A 代入すると AB で、A 代入すると AA ですから、AA、AB で0になると。 0行列になるということは、まあ、要するにカーネルが全体になるということですから VA と VB の和空間が全体になるということなんで対角が可能であるということが分かるわけですね。で一般の場合はですね教科書の方にこう一般的な式が書いてありますけれども、まあ、ポイントはですねこういう、まあえっとまあ、機能法でやるわけですけれども、まあ、2項の場合は OK だとして3項の場合はどういうふうにするかというとこういう感じでやるということですね。はい で、あの、同じように、この、まあ、この割り算の式を使ってですね、えっ、ー、と、こういう X をこういう2つの、これは、こっちはカーネルの AC ですね、こっちはカーネルの AA、えっと、VAA、AB に入ってる方ですね。カーネルの AA、AB に入ってる弦と、カーネルの AC に入ってる弦というふうな2つの輪に分けてですね、で、こっちの方が VA たす VB で、こっちの方が VC なんで、まあ、枠空間に入っているというふうな感じで、まあ、それで証明しようと。 こういうことですね。まあ、それを一般の N コの場合に機能法で証明するということになります。はい、次の行列の最小多項式を求めようということで、これをちょっと考えてみてください。また最小多項式を求めることによってですね、これは対角化できないということの、まあ、まあ再確認ですね。をしてみてください。 はいえ。それではやっていきましょう。えっと、まずですね、FJ1X も FJ2X もどちらもこういう多項式は X の3乗なんですね。これ、あの、対角成分が0の,あの三角行列ですからね。で、最小多項式が従って、X の形状の形になることがわかります。で、えっと、X の形状なんですけども、ちろん X か X 乗か X3 乗なんですけども、最小多項式が X ということは、これは要するに、あの、その行列自身がもう0行列だということですから、まあ、X ではないんですね。 だから x の2乗か x x の乗乗なんですで x 自乗して、2乗して0になれば、x の二乗が最小多項式だし、2乗して0にならなければ、x の3乗が最小多項式ということになります。ということで、最小多項式はこのようになるわけですね。で、まあ、これ、あの、実際、最小多項式は重複解を持っていますので、これら2つは対角化することはできないということが、ついでに分かるわけですね。 はい。それでは最後の例題ですね。例題4、やってみましょう。はい。問題はこのような3つの行列なんですけども、おまあ、行列式の、あの、計算というか、高ういの計算大変かもしれないんで、もう高うはもう計算しておきました。ということで、用意しておきました。高位置は1と2の2つ。かまあ、1も2も両方とも高位置です。ですから、1か2のどちらか一方が、あの、重複度は2になるということなんですけども、まあ、どっちが重複度2かは、あの、対角成分は、 トレースを見れば分かりますけれども、まあ一応そういうことで、これの最小多項式を求めて対角化可能かどうかを判定しなさいとこういうものですね。はい、それではちょっとやってみてください。 はい。それでは、まあ、やることは、えっと、簡単ですね。要するに、あの、最小多項式が、X、x-1、x-2 であれば、対角化可能だし、最小多項式が、これ、まあ、こっちの二乗か、こっち、どっちか、どっちかが二乗ですね。これ、えっと、可能性としては、この3つしかないですね。二乗、x-2。x-1、x-2 の二乗。で、対角化可能なのは、この場合だけです。最小多項式がこうなる場合で、つまり、 えっと、A とか B とか C のありますけど、A-E と B-E を、あ、違う、ごめんなさい、A-2E をかけて、これがゼロ行列になれば対角が可能だし、ならなければ、もうこっちかこっちしかないわけですから、対角が不可能ということが分かるわけですね。はい。ということなんで、えっと、要するに、まあ、すべての各行列に関して、A-E、A-2E、e、っていうようなものを全部計算して、まあ、ロ行列になれば、すべての成分がゼロになれば、対角が可能と。 で、どっか11成分でもどっか一つの成分でも0でないやつが、まあ、あったらですね、もうその段階でそれは対角化できないということになります。で、実際計算してみるとですね、A-E、A-2E は0行列になります。B-E、B-2E も0行列になります。でも C-E、C-2E はですね、えっと、11成分がマイナス6になるのかなということなんで、これはあの対角化できないということがわかるわけですね。 はい、ということで、えー、対角化可能性判定が最小多項式でできるというお話でした。えー、以上で、えー、全ての講義が終わります。